特集アースガザとイスラエルの現在国土飛び地を含め両国の境界線は時代ごとに変遷を遂げているがかつてのように衝突が生じることはなくいつでも誰もが安心安全に往来できる無論両国警備担当が常駐してはいるがその様子は至って普通の警察業務に近い印象を受ける ID 情報の確認は自動的に行われており、全世界の人々も同様に、一切のストレスなく旅行を楽しむことができる。人口。両国の総人口には大きな開きがあり、年齢分布にも随分な違いがある。当初、この課題解決をどう達成するか、双方からの意見を多数集めての議論が幾度も重ねられた。 現在、一つの共通理解として浸透している方向性は、自由往来をキーに共存共栄を図ること。つまり、互いのウィークポイントを互いの違いをもってして補い合うこと。政治。どちらの国も多様な政党に溢れており、自流に見合い求められる政治が、市民の生活を支えている。長期政権、軍事政権はもう随分と現れておらず、 非常に良好な友好関係が長らく続いている。安心・安全な社会運営を確保するためには欠かすことのできない環境であることがよくわかる。特徴的な点は、両国のリーダーが女性であること。訓示。友好関係が正式樹立して以来、訓示予算は徐々に削減され、国費活用先は市民生活の拡充、新技術の開発。 観光資源の発展、歴史や宗教にまつわる遺産群の共有、先進的教育、社会福祉などとなっている。防衛目的の軍備はもちろん備えるが、それ以上の装備、運用はされていない。この事実は世界中の手本となり、似たようなかつての衝突地域にも広がり始めている。産業。戦術のように、 両国の往来が自由化されたことにより、多くの分野において飛躍的な発展を遂げた。例えばそれは、AI 生産、ロボチュク水量、観光業界、国際的別荘地などである。その傾向は1、一時、二時、三時産業においても如実であり、まさしく、地球のへそ、と呼べる。この結果もまた世界中の手本となり、 似たようなかつての衝突地域で波及し始めている。観光。両国には大変貴重な歴史的遺産が多い。また自然豊かな地域も健在であるため、これらを資源とした観光特区がいくつか設定されている。特区には関税がなく、商業面から見ても実に円滑なやりとりが交わされる。この環境は世界的にも珍しいため、 その恩恵を目的として多くの旅行者が年中を訪れている。しかし何よりも、両国は美しい。ME25 年5月1日。マンスリーアースガザ ME25 年6月号。